俺も二郎に連れてってタケチャンネルへようこそということで、はい、今回のお店なんですけどね、エドモンド中野店さんですね。はい、中野といえばね、もう世界中に知れ渡ったこのサブカルの聖地ですよね。二郎系のねお店はねあまりない場所だったんですけど、2023年にね西日暮里のあのエドモンドさんがね満を持してこちらに出店ということで、年末のねこの時期にやっと来ることができました。それにしてもねすごい人の多さでしたね。はい、というわけでね、到着しました。お店はね中野ブロードウェイのすぐ近くなんですけどね、あのラーメン店とかがね密集してるちょっとごちゃごちゃっとしたねところですね。それであの並び方はこのコーンのところがね目印で、ここに来たらね一旦抜け出しまして、まあ食券を買いに行くと。はい、でそしたらね、店員さんがね食券を回収しに来ますのでね。はい、その後ね案内されましたら、まあ、入店ということで、はい、であのお水はね、セルフであの券売機の横にねあります。でこの券売機ねラーメン豚1枚と、少なめがね、この説明ボードにね隠れていましてね、ちょっと分かりにくい感じになっておりますけどね。で今回はねラーメン豚1枚少なめと生卵にしましたね。あの一度ねお昼頃にね来たんですけど、結構並んでいたのでね、前に行きたいところがあったのでちょっとそこに行って1時間ほどしてね、戻ってきたら、まあまあね並び3人ぐらいで、はい、少なくなってたんですけど、お昼頃ね中野駅あたりがですねかなり、まあ、人出が多かったんですよ。もう歩くのがね大変なぐらい。それでね、まあ、1時間ぐらいちょっとブラブラしてたら、でこちら戻ってきたらね、結構人がね少なくなってて、あのエドモンドさんもね自分のこの後はね並びもなくてね、中野ってなんか昼頃がすごい人がね混むんですかね。はい、というわけで着丼です。はい、ラーメン少なめ豚1枚ですね。コールはねニンニクと油にしました。はい、でこちらね油コールすると別皿でこうやって提供されます。はい、というわけでねいただいていきましょう。デホの、ね、油はねこうやって野菜の上にね乗ってね、このね油もね味付けがしてありましてね、このねエドモンドさんの豚野菜ね、はい、これとね抜群の相性なんですよ。やっぱりねこの豚野菜はね美味しいですね。はい、でスープはね乳化タイプでね、もうビシッとね返しが効いております。そしてねこの豚ね、豚もね見ての通りこの大きさですよ。もっとねずしっとね来る重さを感じますけどね、こうやってね持ち上げると崩れてしまうほどのねホロホロ豚で、濃いめのねやはり味付けなんですよね。豚もね味しみがね非常にいい、脂身がねあんまりないので、非常にねこの大きさでもね食べやすいんですよ。こうやってね生卵ですき焼き豚がね、これがもう最高ですよね。これね野菜もね非常に合いますね。はい、というわけでねこれ早くも麺ですね、少なめなんですけど 300g あります。はい、全然ね少なめじゃないですよね。もう自家製麺らしいねこのボソッとした感じの麺がね、はい、無骨なね感じで、非常にね美味しいですよ。麺もね味がちょっと濃い、そういう感じで、エドモンドさんね藤丸系とねなんか言われたりしますけど、藤丸と違うところはね全体的にね味付けが濃いめなんですよね。藤丸さんはねスープがねちょっと豚だしをね前面に出したねといったタイプのスープなんですけど、エドモンドさんはねこの加熱醤油をねフューチャーしたねそういうねちょっとビシッとねちょっと気合の入ったというかそういう醤油感を出したねスープなんですね。それで液体油もね多めで、ま、それでね少しマイルドさをね演出してるというかね、醤油のねちょっととんがったところをねまあ、マイルドにしてるというね。はい、それでねこうやって麺をね油にダイブさせるっていうのをね、これもやっぱりこのね醍醐味ですよね。で店内はねこれゲームミュージックがねしきりに流れておりましてね、
はい、私的にはね、まあ、非常になんていうかね、これはちょっと面白いなと思って、聞きながらね食べてるんですけど、やはりね中野ならではなんですかね。はい、でこうやってね卵をね、私はこうやって油に入れちゃってですね、この油玉つけ麺っていうのはね一番好きなんですけどね。はい、あの普通のねラーメンよりこうした方がね、よりね食べれるんですよ私はね。油のしょっぱさをねこうやって卵でね少しマイルドにしましてね、でこのバランスがね非常にいいんですよ。かなりねジャンクなんですけど、なぜかね食べやすいんですよね。これならねいくらでもいけるってことはないんですけど、もちろんね、はい、ラーメンとつけ麺でねこの2パターンね楽しめるというのがね非常にねいいところだと思うんですよね。で私ね50代後半でね、こんなもん食べてていいのかなとね、不安になりますけどね、黒ウーロン茶飲んどけばね、はい、で中野のエドモンドさん、ね、今回初めて来たんですけど、藤丸さんでもね私少なめがデフォなんですけどね、エドモンドさんの方がねなんか軽いくってねサクッと食えるって、うん、何が違うんですかね。まあエドモンドさん結構油も多いしね、はい、まあ自分ね今回野菜増しもしてないんですけど、この感じならね、まあ普通での豚2枚で野菜増しで、うん、でもいけるんじゃないかなってね、うん、ねこうやってねすぐ調子に乗りますけどね、この時ね隣の方がね非常にね苦しい感じで食べてるんですよね。もうなんか自分がね心配になっちゃうぐらいね、はい、で私はねこの中畑清張りの絶好調でね、これ知ってる人はね多分50代だと思うんですけど、まあ、それはともかくもう少しでね、はい、食べ終わるとね、少し物足りなさもありながら、ね、別皿油をねこうやってね投入するというね、もうねもういい加減しろよとね、ジャンク極まりないとね、これでね油もしょっぱさも増し増しね、うまいですよ。もう本当にこれがね美味しいんですけどね、いいのかとね、うん、あとで特茶も飲んときましょう。はい、それでねエドモンドさん店員さんもね非常に気さくな感じでね、2023年のね締めにして正解だったなと思いながら、はい、ごちそうさまでした。はい、エドモンド中野店さんね営業時間こんな感じになっておりますけど、年末年始のね情報は公式 X にてねご確認をということです。はい、今年はねこの動画が最後となります。1年間ね、お付き合いしていただきまして誠にありがとうございますということでね、また来年もよろしくということで、はい、今回はこの辺でさよなら。